はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。初心者向けクエスト解説動画だったんですが、今回からは中級者向け解説動画としてやってきます。中級者向け解説動画、まあ第1弾。まあ一応なんかタイトル自体は、このシリーズ自体は続いてるんで、その18としてやっていくんですけども、中級者向けクエスト解説動画第18弾ということでやっていきます。タイトルがちょっと変わるだけなんで、シリーズ自体は同じなんですけども、タイトルがちょっとだけ変わりましたみたいな感じです。ということで、ウォーター城をやっていきます。これがですね、前も一回解説したんですけども、砦2をクリアした後、まあ本来であればこの右のエリアを攻略していくんですけども、そこを無視して、この左のウォーター城を先にクリアするっていう方法もできるんですよ。で、このウォーター城に関しては、ここをクリアして、まあ、2をクリアした後に、このウォーター城をクリアすると、いきなり、砦の6まで行けるんですけど、この砦6を攻略することによって、ほとんどのゲームモードが全部一気にガーって解禁できるんですよ。なんで、慣れてる人はもう、砦2をクリアしたら、ウォーター城に行って、ウォーター城をクリアして、さらに、その後の、砦6をクリアすることによって、モード解放がすごい時短することができるんですね。なんで、慣れてる人なんかはここから攻略するのがおすすめなんですけど、ただここ、ある程度アイテム揃わないとクリアできないです。なんですが、じゃあその、数少ないアイテムで攻略する方法を、まあお教えしようというわけでございます。が、しかし、安定はしないです。安定はしない。で、もう一つ解説しないといけないことがあって、このスプライト城、もう私がこの動画を撮り始めた時にはもうすでにクリアしてるんですけど、ここで確定でショートソードとウッドシールドがもらえます。で、そこでもらえるショートソード、ウッドシールドを使って、ここを攻略するといいんです。ので、ショートソードとウッドシールドをつけた状態で、ウォーター城を攻略していきます。ということで、よろしくお願いします。で、初期状態だと本当にアイテムがスカスカなんで、初期状態でもなんとか、持ってそうなアイテム、ショートソードとウッドシールド、かなりキワキワです。かなりキワキワです。で、そうですね。まあ、コーラルかなんかやってもらって、ポーションマックスを、頑張って拾ってもらって、そうですね、ポーション80なんかは頑張って拾ってもらうしかないですかね。ポーション80とマックス。マルチサンダーが一番欲しいんですよね。いや、でも無理かもしれないんですけど、多分これぐらいないと安定しないです。いや、これでも安定しないんですけど、正直言うと。これ、持ち込み目安、右のニコニコマーク満タンまで行ってないんですけど、初期状態、もう、一番最初にクリア、このゲームを始めた時の初期状態だと、せいぜいこれぐらいのアイテムしか集まらないんです。なんならね、多分ね、こんな感じだと思います。集められたとしても。まあ、それかね、こんなもん、が限界なんですけど、さすがにそれだと、クリア安定しなさすぎるんで、最低でもこれぐらい、アイテム持って、期待です。もう、あるんであればね、もうリバイブリングなり、マジックリングなり、なんなり、全部持ってっていいんですけど、とりあえずこれでやってみます。はい。はい。ということで、ウォーター城で、ございます。で、この城の特徴として、燃える床あり。じゃあ燃える床とは何なのかっていうと、ちょっとまず装備を先につけてからしますね。ショートソードとウッドシールドに関しては、なんかちょっとだけ攻撃力、防御力があります。レベルで言うと2、3とか、3くらいかな。ショートソードはなんか、いや、
今で言うとレベル3ぐらいのモンスターがしばけるようになりますぐらい。ちょっとわかんないな。レベル3と同等ぐらいの強さだと思ってもらえばいいです。なんで、レベル0でも、スケルトンが2発で、結構しばけてしまうというわけですね。で、燃える床って何ぞやって話ですけど、はい、5ダメージです。うん。なんで、踏んじゃいけないです。ただ、これ、ターン経過、これ、城によっても違うんですけども、ターン経過すればするほど、この燃える床だらけになります。なので、探索しすぎるのも良くないし、探索しなさすぎるのも良くないみたいな、結構ね、難しい判断を迫られるんです。だから、これの場合は、まあ、個人的には上から回っていくがいいかな。一筆書きにできそうなのはそれぐらいしかないんで。他ね、ポーション80は、HP 足りなかったらポーション80使って、ヒールは後ででいいかな。ちょっとまだ早い気がする。とりあえず燃える床は避けて、あ、ただ、通路には燃える床は出ないんで、そこだけは安心ですね。通路だけは安心して歩けます。まあでも、通路を歩いてる間にもどんどんと燃える床が増えてきてしまうんで、結局、無駄な行動はしちゃいけませんって感じです。上がっちゃいます。これも倒したいけど、マルチファイヤーをうまく使いたいんで、マッチファイヤーは結構雑に使っちゃいます。回復、その、攻撃カードをうまく使うのは結構難しいんで、ガンガン使っちゃいます。ヒールももう使っちゃっていいかな。もう、ほとんどのアイテムが手持ちがなくなっちゃったと。本当であればね、多分ね、ロングソード、パワーシールドなんかをつけないと、全然安定しないです。安定しないです。それか回復カードをもうモリモリ持ってくとか。これアーケード版だったら、サポートっていうワンフロアに1回、ポーション80を読んだりすることができる機能があって、だからね、別に装備なんてなくても全然クリアできるよってなるんですけど、こなして版はね、その機能がないんで、結構、しっかり回復カードを、もう装備カードを持ってかないと全然クリアできないみたいな感じになっちゃった。でもちょっとクリアできるかどうかで言うと正直わかんない。運が悪いと死にます。当然。挟まれる前に敵はしばいておきましょう。わかろう。これは無理だね。はい。はい。こういうことが全然起きます。これ最上階だったらね、死んでますから。ということで、雪わらしですね。多分これは、解説してないんじゃないかな。雪わらしはですね、まあ、雪女ってキャラクターを前一回解説したと思うんですけど、それと同じで、雪わらしが歩いたマスが全部滑る床になります。こう、つるーっと滑ります。だから、燃える床との相性は実は結構いいんですよ、こいつ。燃える床を氷の床にしてダメージ食らわないようにしてくれるんで、実はいいやつ。だったりします。もうちょっとだけ回りましょうか、これ。回復カードがカツカツすぎる。
ワルカ、アラットンですね。もうちょっと回ってもいいかな。なんか、ヒョンガルーが一撃でしばけるっぽいから。これもショートソードのおかげですね。倒せる。あ、まあまあ、ポーション4中拾えたんであれば、まあ、よしとしましょう。力は回りたくない。もうなんか、もたもたしてるとどんどんとね、燃える床だらけになってしまうんで。燃える床は避けるように歩く必要があるんですが。なかなかそれもね、うまくいかなかったりするので。だ、あえて割り切って探索しないのも、実は正解だったりします。ファイヤーも使えるうちに使って、ポーションを節約する。回復もできるうちにしとく。マルチサンダー打ちたいね。挟まれなければいいんですけど。最悪。やっぱここ難しいですよ。うん。うまい人なんかはね、ワールドバトルとかでもね、装備なしでクリアしてたりするんですけど。それはあくまでね、うまい人の話であって、普通にやろうとしたら結構きついです。これもね、回る余裕ないんで上がっちゃいます。レベルはね、ショートソードのおかげで多少なんとかなってるんで。あそこからフロアを回るよりも次のフロアに進んでしまった方が、まあなんとか前のめりに倒れるみたいな感じですね。うろっさのためのファイヤーを1枚だけ残してるんですけど、ファイヤーを打てばなんとかなるケースがあるんで、部屋内で戦わずに済むケースが、通路内で戦わなくてもなんとかなるケースがあるんで一応持ってるんですけど、マルチサンダーがあればね、そんなことあんまり考えないでもいいんですが。ブロッサーを弱い状態で、まあ、花が閉じている状態で倒すために戻るのでも、そのターン数がかかるわけじゃないですか。そのターン数がかかることによって結局またね、燃える床が増えてみたいな。進むも地獄、戻るも地獄みたいなことになっちゃうんですね。この3枚のカードは拾いましょう。拾いましょう。さすがに拾った方がいいはず。あー、パワーアップ強いですね。パワーアップは今まで一回も解説してないんじゃないかな。パワーアップはね、レベルを10上げるカードなんですけど、レベルが増加し、攻撃力、防御力、最大体力が増える。まあ別に普通にレベル上がるのと変わんないです。10レベル上げたのと、パワーアップ使うのは別に特になんか差があるわけではないです。上がりましょうか。なんならパワーアップ使っちゃってもいいですね。使うタイミングとしては悪くないですね。はい。で、パワーアップに関しては、レベル100以上で使うと、効果がどんどん落ちてきます。レベル100だと、レベル108までしか、109か。109までしか上がんないみたいな、そういう効果が実はあります。低減していくんですよね。レベル上がれば上がるほど。レベル109で使うと、レベル118みたいな感じで、どんどん効果が弱まってくるんですよね。あ、違うの。100だと110で、110が118だったかな。ちょっとその辺の、細かい数値までは覚えてないんですけど、ちょっとずつね、弱くなってきます。
レベル上げたから一撃になるわけでもないか。もうちょっとレベル上がれば多分、この、ジャックも一撃で倒せるようになりますね。58だったキスから、あとレベル2か3ぐらいいいかな。お、しばけましたね。パワーアップの方がめちゃくちゃでかいですね。あるとないと、ほんと全然ちゃうわ。ポーション使って、じゃあこいつにはポイズンで弱体化してもらって、しばくと。お、ポーションスペシャル。こいつはでかいですね。これだけあればさすがに、クリアいけるんじゃないでしょうか。ということで、敵がね、結構多いんで、まあ、さっきの3回の開幕みたいに囲まれちゃうと、どうしても死んじゃうんですよね。だから運ゲーなんですよね。で、ラットンとかもいて、厄介な敵も結構いてね。まあ、ラットン、ブロッサなんかもね、厄介なんですけど。そういう敵がいるせいで、全然安定しないんですよね。でもね、ショートソード、ウッドシールドなしでやろうと思ってね、結構大変です。これ、マルチサンダー撃ちますね。さすがに。下から敵来なければいいけど。OK。あとは通路に戻って、全部しばく。スーッと行って。まあ、もうなんとかなるでしょう。うん。あとは1体ずつ確実に敵を倒していって祭壇見つけましょう。ちゅうことで祭壇ありました。ということでウォーター城クリアです。まあ、見てもらうとわかるんですけど、めちゃくちゃカツカツです。なんで本当に慣れてる人にしかおすすめできないですね。ただそのスプライトの宝箱から出てくる、ショートソード、ウッドシールドをつけるとだいぶマシになります。ここで、終わろうかと思ってたんですが、どうしましょうかね。砦6は、やっときますか。せっかくなんで、砦6もやりましょう。やりましょう。はい。今日はここまでで終わりにしましょうか。はい。またしても転送装置です。ちょっと、まず、アイテムが整うまでは、転送装置に行かないで、敵をしっかり倒していきます。囲まれた時が本当にどうにもなんないんでね。あえて転送装置には乗らないようにしてます。アイテム揃っちゃえばね、別にガンガン転送装置乗ってもいいと思うんですけど。もうレベルもあるし多分大丈夫かな。言ってる。うん。こいつはどっか行ってもらって。D。D は階段のところかな。じゃあ、C から D で階段行きましょう。まだちょっとアイテムには不安があるんで。あるだけ転送装置使わないように行きましょうか。マルチ系のカードとか拾えれば、まあ、ガンガン、転送装置潜っちゃっていいと思うんですけど。ちょっとね、あんまり調子に乗って、フロアを上がりすぎると、ろくなことがないんで、
アイテムカードはしっかり溜まった状態で進んできます。マルチサンダーでも拾えばね、もうそのまま上がっちゃうんですけど、そう、こういうことになりかねないと。よいしょ、ポーション20を飲み込んで上がりましょう。まあね、転送装置に乗った方が雑に楽なんですけどね。囲まれたりしたら対処法がないんで。あえて使わない方針で。テレポートがあるんであれば別にまあ、最悪囲まれたとしても対処する方法があるんで。まあこれで、いいんじゃないかな。ポーション使ってと。レベルも上げてと。よし。じゃあ次のフロア、行きましょうか。左から見えてる雪嵐をしばきつつ、この予兆から出てくる敵も倒しましょうか。もうね、テレポートっていう対策アイテムがあるから、まあガンガン持っちゃいましょう。探索楽になりますし、ね。おぉ、赤ブリースト、ブリースト倒せるか。オッケー。これレベル上げてなかったら大変なことになってます。フリーストがね、2発で倒せるレベルを確保していくのは、めちゃんこ重要ですね。ただ、最悪、テレポートで逃げてしまえばいいんだね。おいおい、おいおいおい。こういうことになりかねないか。あ、マルチスリープでかいですね。もう、あとはもうガンガン上がっていいかなと思います。まあ、もちろん適度にレベルは上げるんですけど。モンスターカードも手に入った。いいですね。こいつにはファイヤーをぶち込んで殴ります。フータンク、フータンクももう説明はしてたはずなんですけど、説明はしてますね。とりあえず直線上にさえ入んなければ、まあまあまあ、大したことない敵ですね。直線上に入るだけで結構ピンチになっちゃうんですけど。はいはい。じゃあ、D のところの左側かな？それか、あ、いや、A の右にある可能性もあるな。あ、ないね。ないんであれば、こっちから上に上がっちゃいましょうか。ここでした。はい。こいつはちょっと寄せて、ああ。まあ、これはこれで、よしとしましょう。かな、いい、お、階段、はい、ということでこれで6問クリアでございます。まあ、ウォーター城がクリアできるんであればここもまあクリアできます、うん、逆に言うとウォーター城がクリア全然無理ですっていうタイミングではここもまあまあ簡単ではないので、そこはちょっと気をつけた方がいいと思います。はい。ということで、次回は、ここの左のエレクトリックからやってきますんで、次回も見てください。
ということで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。